今日はちょっと変わったことが起きています。ジャン君が黒犬パパさんの布団の上でお休みになるそうです。よかった意外ね。と布団の上とか乗らなかったんですけどね。ジャン君はおしっこをしないので安心してできるだけ邪魔にならないようにしながら一緒に寝ましょう。ぽんちゃん、おはよう。一週間、今日で7日ですね。ぽんちゃんはおしっこをお布団でしませんでした。ありがとう、ぽんちゃん、偉いぞ。よ。はい、いい子でした。ヒントがもう一つあっていいかな。 どうしよう。はい、こんにちは。じゃんくん。おはよん。朝から甘いモードですか。元気で何よりですね。ポンちゃんは休み中です。今は夕方です。4時過ぎたところですね。このところのちょっと朝ですね。ポンちゃんがおしっこをしなくなって1週間って言いましたが、6日でした。失礼しました。6日になります。今日の夜、ちゃんと
トイレでおしっこをして布団の上でおしっこをしなくなれば1週間になりますね。1週間の区切りっていうのは人間の都合なので、猫にとってはそこで一区切りとは思わないので、警戒体制はまだまだずっと続けていきますけれども、このままですね、落ち着いてくれたらありがたいと思っています。頼みますよ。そしてジャン君もご協力をお願いいたします。ポンちゃんによく言っといてね。髪を切りました。今2ヶ月に1回のペースぐらいですかね。結構真っ白なんだね。自分で我ながら。さあ、その後ろにポンちゃん、よく寝てるね。さあ、ポンちゃん6日間お布団でおしっこをせずに頑張ってこれましたが、今日の夜もまた頑張りましょうか。トイレは、あ、トイレ綺麗だね今。そこにはジャン君がいるよ。